ハロー、トゥゲザーしようぜ、ご飯食べます。今日は高菜チャーハン食べる。ネギ入れるの忘れたわ。もう色が茶色。いただきます。うん、安定のうまさでありますね。まあ私はさ、九州だからさ、超高菜食べるけど、主人は関東の人、東京の人だから、あんまり馴染みがないのか知らんけど、あんま食べんしゃねんね。うん、あ、メイクバッ、あ、メイクアップブラシの動画見た？なんか超早口だったね、私。動画編集してて思ったけど。早く言わなきゃみたいな感じになってたね。トゥゲザーしようぜは超ゆっくりじゃん。ゆるい感じだけど。なんかもう今はメインがさ、このトゥゲザーしようぜシリーズじゃん。ご飯食べたりライブしたりメイクしたりさ。だからああいうなんかたまにトゥゲザーしようぜシリーズじゃないやつも作りたいよね。レビュー動画とかさ、もうブラシはやっちゃったけど、なんかまともな感じのやつ、うん、私さ、基本スポーツブラなんだけど、スポーツブラだよね、うん、スポーツブラっていうのかな。もうワイヤーとかが嫌いなわけ。あの締め付けられるのがね。で、関空行くときにスポーツブラじゃないな、でもまあスポーツブラみたいな感じ、ワイヤーがない、あの後ろホックとかもない、まあスポーツブラか、いや。で、でも暑いからさ、スポーツブラってここがさ、ちょっと分厚いじゃん。で、なんか、そこで焼けるのが嫌で。たらなんか、関空にあるフォーエバーって21で、ワイヤーがないブラジャー、だから後ろはホックがあるんだけど、1、2、3、3個ホックだから分厚いのね。でワイヤーがないわけで、結構なんか蒸れにくいなんか生地。それはね、なんか全然涼しかったの、意外と良かった。だからそれサイズはさ SML とかなんかそういう単位だから、なんか65のとかなんかとかじゃないのね。 ABC とかでもないから。だからもしあの夏用のなんかちょっと涼しいブラで、あんまりワイヤー嫌だなって感じのけど、一応ホールド感はあるから、スポーツブラよりはちゃんと寄ってんのね、私からしたらね。でもワイヤーがあるブラジャーからしたら、やっぱちょっとは出れんくなってると思うけど、だいぶね優秀だった。全然なんか超真夏の関空でも、あの私は快適に過ごせたんだよね。うん。
おすすめ。フォーエバー21で買った。それもう一個買っときたいぐらい。色は黒、ベージュぐらいかな。白、なんかその店舗でさ、試着するのとかめんどくさいじゃんね。だからもう人目をはばからず、別にこうやって普通にこうやって T シャツの上買ってくれて、これだっつってで買ったの。超良かった。もう最近それ箱つけてる。スポーツブラより熱くない。うん、優秀。嬉しい発見やったわ。なんかあんまりそういう冒険しないから、なんか下着とかで。パンツは、パンツってかパンティーね、は私ビクトリアシークレット。全然上下揃えるタイプじゃない、私はね。まあ、大体黒が多いっていうのもあるけど。で、なんでビクトリアシークレットのパンツかって言ったら、なんかね、お尻の形がアメリカ人用なのかな、でっちりなのかな。いや、そんなことないと思うけど、合う。で、まあ、私高校生ぐらいからティーバッグなんだけど、やっぱね、ビクトリアシークレット、まあまあ、そのアメリカのパンツってさ、ティーバッグを作ってる歴が長いわけで、日本で売ってるティーバッグはまだなんかね、発展途上な感じがするし、履き心地は悪いわ、うん、形は悪いわで、私はもう全然ダメなのね、日本で売ってるティーバッグは。うん、で、ビクトリアシークレットが一番落ち着いてる、私のお尻と。もうずっとそれ。うん、なんか他のメーカーの、アメリカの他のメーカーのやつとかも買ったことあるけど、やっぱね、伸びたりするんだよね。伸びるのが早い、へざるのが早い。うん、だからビクトリアシックスのやつは長持ちもするし、履き心地がいい、もん履いてないみたいだから、それはいい。もう普通のパンツ履けない、あんなに布いるって感じ。お尻の形もね、変わっちゃう気がするんだよね、普通のパンツだと。中途半端なところにゴムあるじゃん。まあ、そんなにお尻の形を私は頑張って意識してるわけじゃないけど、私にとってティーバッグはなんかすごいすごいしっくりきてた。うん、自己満だよね、完全に。普通のパンツはマジ気持ち悪いか、履けない。で、ビクトリアシークレットも、1枚ずつ買える、結構なんか高めのやつ、なんかレースすごいとか、なんかブラジャーとお揃いで買えますみたいな、結構高級志向のやつとかだと S からしかないわけ。
でそれはね、あの日本人の女の子ではきつ無理、あのでかすぎる。だから私は基本なんか5枚で30ドルとかいうのがあるじゃん。でそれはビクトリアライン、うん、ビクトリアシークレットのラインとピンクのラインがあるじゃん。ピンクってあのもっとビクトリアシークレットのカジュアルラインのね、あの若い子とか大学生とか学生とかが履くようなちょっと派手めのちょっと安めののだけど、で2つとも5枚でいくらっていうのをやってるわけで、それだとあの XS とか XXS とかのパンツがあるわけ。それだといい。それごちそうさま。とかまあたまにさ、たまにっていうか日本未発売のものが好きな人いるじゃん。まあ好きなものが日本で売ってなかったっていうのだと思うけど、だからさそのコスメもそうだけどさ、パンツもさビクトリアシークレット日本にまだないよね多分ね。あのセクショップとか個人で輸入してるとかじゃんね多分。なんか旅行行くときに、うん、シンガポールもあるしビクトリアシークレット、なんかアメリカだけではないけれども、あの日本にはないくて、で結構パンツにこだわりがある人とか、まあ、ブラジャーもいいと思うけど、ブラジャーやっぱそのサイズ感がサイズのバランスがちょっとアメリカ寄りだから難しいね。私日本のブラジャー合わないんだよね。うん、だから私はアメリカのブラジャーの方がサイズ感は合うんだけど、私みたいな人にとってはいいかもしれない。だからお土産とかでもビクトリアシークレット喜ばれてますし、しかもビクトリアシークレットコスメも出してんじゃん。あとフレグランスとか、あとなんかボディクリームとかボディクリームとかボディスプレーとかも超いい匂いいっぱいあるからさ、お土産としてはいいよね。若干高いけど、うん、で思い出した。なんかどっか旅行に行く機会があったら、日本にお土産買うときどうしよう、日本にないものがいいよねとか思ったときに、あビクトリアシークレットもあれだなと思う。だってアバクロとかもあるじゃんね。なんかだんだんさ私もさ、まあ、基本あんまお土産とか買わない人なんだけど、なんか家族とかにさ買っていくときにさ、日本未発売のものがどんどんなくなっていくわけ。服屋さんとかは何買えばいいのよとか思うよね。だからもし友達とかだったらビクトリアシークレットいいと思うし、だってパンツあげても可愛いじゃんね、うん、そうだからコスメだけじゃなく服は服で難しいからね、サイズとかあって。でもパンツだったらさ XS ぐらいだろうとか思ったらそれでいいじゃん。自分と同じぐらいだろう多分おしりがとか思ったらそれでもいいしね。あとはなんかそれだとちょっと恥ずかしいと思ったら、そのボディクリームとか、あとはまあネイルとかもあるし、あと顔にシュートするやつとかもあるし、あ出し前ねちょっとね安かったから買ったんだけど、ビクトリアシークレットのピンクのラインにあったスプレーっていうのかな、これ普通のちょっと匂い付きのミストだね。そうだミスト、あいい匂いするなわけで、これとかもさ5ドル以下なはずだからさ、夏には超いいじゃんって匂いするから。でなんか例えばオフィスとかでさ乾燥するじゃんね、クーラーはガンガンついてるから、その時シュシュってやったりとかしてもいいし、で夏だからこっちはねちょっとね微粒子のグリッターが入ってるわけ、キラキラするのよ。だからもし海行くとかさ、なんか川でバーベキューするとかだったら、これをただシュッシュッとすればいいじゃん、こう塗るわけじゃないから、だからめんどくさくないじゃんね。だから顔はやめて、髪とかでもいいけど
それをただシュッシュッシュッってすればもうこの微粒子のだから細かくラメがついてるからなんか、うん、そんなにド派手ではないけど程よく微粒子ラメがついてるとかいうのもあるわけ。だからこういうのも土産にいいよねって思った今。いや、だからもしこの夏とかでさ、夏休みでさ、どっかにさ、旅行に行くとか言ってさ、でもお土産何買おうかなと思ったらビクトリアシークレットはありかも。うん、可愛いしね。結構やっぱピンク系が多いからさ、女の子には嬉しいと思う。しかもこんなの消耗品だからさ、もらって嬉しくないってことはないじゃん、使えるから。いやと思った。そう、ボディミスト、サマーミスト、あ、こシマーミスト、シマか、うん、そうとかね。みんな夏どっか行ったりとかするのかね。もう夏だもんね。もうお盆、まだお盆じゃないか。本当だよね。もうでも私関空行っちゃったからな。今年の夏は、8月は何もないね。まあ8月末ぐらいにバーニングマン行くぐらいかな。いや、そう、もう日焼けしたから。まあなんか夏の目標はとりあえず達成したって感じ。うまい。夜間買いたいな。私さ、麦茶を入れるなんかボトルみたいなのにティファールでお湯沸かしたやつ入れて、麦茶のパック入れて、でもう一回ティファール沸かしたやつ入れてるわけ。でもそうするとちょっと薄いのね。やっぱり夜間でさ、パック入れてやっぱグツグツってやった方がなんか美味しい味がする気がする。主人も私もすごい水分取るからさ、で夏は麦茶飲みたいよねってなって、麦茶を最近飲むようになったんだけど、そしたらすぐなくなるわけ。1日2リットルじゃもちろん足りないからさ、何回沸かせばいいのよっていう。だからもう夜間の方がいいやね。今日は夜間を買いに行こうかしら。今日はパンツの話で申し訳ないが、それでもあるよっていう、うん、私みたいに女子力がない子でもちょっと女子力上がるようなお店だよね。いや、ってな感じで夜間買ってくるわ。じゃあねー、バイバイ。